ソウルキャリバー実況です。どうもアザラシです。ソウルキャリバー実況、今回はフォルドを使っていこうと思います。下の段でね、前回ソフィティアを使ってクリアしたからね、次はまあボルドでしょ、男だし。はあ、いまいちでござる。ボルドいまいちでござる。使い方がいまいちこう半然としない。一つ、まあ結構もうやったよ。これがあるな、これかな、これ使っていこう。これでこうね、相手を、なんかなこんなのはソウルキャリバーじゃないよ。こんなのソウルキャリバーじゃない。なんで勝つんだろうね。なんで勝てるのかがわからん。おお、アシタロスじゃん。兄弟みたいなもんで、キモキモ兄弟。どっち勝つね。俺負け。どう今判定を。おお、投げてくる。投げてくるじゃないの。おお、またあらあらあら、なかなか激しい。冷静だもの。全然焦ってないわ。どういうこと？エリハウだろ。冷静だもの。もうボルトやだ。なんだかよくわかんねえまま戦ってんな。わあ、はい、気持ち悪いな。気持ち悪いな。なんか気持ち悪い勝ち方してんな。ソフィティアだ。ちょっとダメだ。ソフィティアだというところで、ちょっと気持ちがちょっと上ずってしまった。そういうところを使えてしまった。心無にして、あくまで無にして。うは、心無にしてな、無にしてな。おお、おお、おう、これ負けるかもわからんね。ちょっとまあああいう下段はちょっと今だろうな。
まあいいや、勝ったからよし。あ、もう押したら勝ったかな。もう一押しだったな。負けたな。差し合いだな。何くつとして別になんか出そうと思って出してるわけじゃないんで、たまたまだ、たまたまなんかうまいことうまいこと言ってこうなってるってだけだ。なんかあの蹴りを当てて落とそうとして、そういうこすいことを考えている。勝ち。あれ、もしもこっちが相手の体力削り切れてなかったらこっちの負けだから。わあ、もうラスボスじゃないの。早かったね。ここまで一番早いんじゃないか。ソフィーティアのような戦いやすさは全くないんだけど、なんか勝っちゃうっていう感じだな。おお、ほほ、このまま行くよ、このまま行くよ、投げておしまい。あー、違った。あ、あと一勝だ、すごいな。あと一勝でよ、すごいすごい。あー、死んじゃう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 。あ、え、勝った、勝ったみたい。あ、どうも勝ちました。どうもいや、ボルドチャレンジ終わりましたね。10分足らずだった。1万円じゃないかな、もしかしたら。なんかよく、なんか掴んでないまま終わっちゃったな。終わりのナレーションします。邪剣を手にした途端、凄まじい負のエネルギーにボルドは身も耐えた。剣に身を委ねるのだ。懐かしい声が頭の中に響いた。すると嘘のように苦痛が消え去り、彼は記憶とともに若さを取り戻した。今やはっきりと開かれた瞳には亡き主の面影が映されている。今まさに主の願いは叶った。それは彼の願いでもあったのだ。彼は永遠の至福を手に入れた。誰も訪れない虚空な暗黒の中で、虚構か、今間違えた。あんまいいわ。はい、お疲れ様でした。